こんにちは。4月8日の魔女試作版第13回です。12回まで2日間で一気にやっちゃって、今回の収録はちょっと時間が空いてます。はるかが嫌だなとかストレスが溜まると、4月8日に不可解な殺人事件が起こるという話でしたね。その4月8日は自分の父が夏美の飛ばした風船を取ろうとして花見の席で桜に登り落下して死んだ命日であって、今年でちょうど13回忌、何かが起こらないわけがないと、こういうことですね。はるかはこれが呪いだと思っているようですが、ホラーといっても幽霊や妖怪、ウーマ、神話生物による物語ではないと思いますので、きっと人間の犯人がいるはずです。一体下手人は誰なのでしょうか。続きからアルセがプレイしてまいります。よろしくお願いします。じゃあ今回先輩は小郡先輩に呪いをかけたんですか？多分かけたんだと思う。なんとも曖昧な返事だ。ここで呪いをかけたと言ってくれれば解く方法はないのかと質問できたのだが、いや、そもそも解くことができたなら先輩は私に相談には来ない。つまり解く方法はないということだ。多分ってどういう意味ですか？私が質問すると、先輩はスウェットのポケットから数枚の紙を取り出した。くしゃくしゃになった紙を先輩は広げている。紙は3枚あり、文字が書かれていた。そして不思議な形をした紙だった。だが私はこれが何なのかすぐに気づいた。あ、式紙だ。こんなの作ってたんかいお前。紙人形ですか？紙は人型をしていて、紙には小郡家の3人の名前が書かれていた。小郡義春、先輩のお父さん。小郡茜、先輩のお母さん。そして小郡夏美。なるほど、この紙人形に名前を書かれた人間が死ぬということか。しかし全体的に妙な汚れがついているのが気になる。汚れというかゴミというか、随分と汚い。先輩はこういう風にして10年前に人を呪い殺したんですね。極力感情が入らないように声を出した。私が呪ったせいで。また泣き出しそうな声で先輩は言った。私今朝これを見た時本当に怖かった。自分が寝ている間に無意識のうちにやったんだよ、きっと。あ、これ自分が起きてる時にハサミでちょきちょき切って作ったわけじゃないんだ。置いてあった感じかな、自分が気づいたら。そしたら無遊病じゃないんだしさ、自分で作ってる可能性っていうのは低いよね。お母さんが作ってるとか、身内の誰かが作ってるとか。うん。つまり人形を作ったのは昨日の夜から今朝までのこと。今先輩がこれを持っているのは証拠としてこれを警察に見せるつもりだったのだろう。でもこの紙人形の呪いには大きな矛盾がある。あ、吉原さんが、あ、待って。それを聞けば先輩はこれがまやかしであることに気づくはず。ちょっと見てみますかね。私もちょっと不思議に思ったんですが、昨日の夜から今朝までのことで、先輩のお父さんが失踪したのが、北海道に行くと、お母さんが、誰だっけ、夏美のお母さんが言ったのが夜でしょ。だからこれはちょっと矛盾してると思うんだけどな。しかしまだ笑顔は見せない方がいいだろう。先輩、でもこんな紙人形なら別に先輩でなくても簡単に作れますよね。それで呪いが成就するなら世界中呪いだらけですよ。これで先輩を安心させられると思った。違うんだよ。突然先輩が大声を上げ、恐ろしい形相で睨みつけた。
私は先輩の形相と声に圧倒されて言葉が出なかった。はっはっは。この髪の表面についてるの、なんだかわかるか？先輩は紙人形の端をつまんで持ち上げた。私は我に返って先輩の質問に答えようとした。これ、私が吐き出したものなんだ。吐き出した？どういう意味だろう？ゲロ？ネゲロってことじゃ。吐き出すって、いろいろな意味で使われるけど。食べて、胃から吐き出したものを、紙人形に塗りつけると呪いが完了する。そこからは何をしても解くことはできない。ゾクッとした。つまり、吐瀉物ということか。だが、先輩は眠っている間に紙人形を作り、名前を書き、そして胃から物を吐き出して塗りつけて、何事もなかったかのようにまた床に着いた。おかしい。そんなのできすぎだ。そもそも意図して吐き出すなんて、指でも突っ込んだらできるかもしれないが、それならさすがに目を覚ますだろう。先輩、言ってることが無茶苦茶だよ。さすがに吐いたら、意識もしっかりするんじゃ。だが、新村先輩はその不気味な形相を変えようとしない。ははは、おいおい。天才少女が聞いて呆れるぜ。私と昨日公園の屋台で話したこと、忘れたのか？前日まで食あたりで吐きまくってたんだぞ。昨夜不意に最後の一発が出たって不思議じゃないだろう。もちろんそんなことは覚えている。しかし、私な、毎年4月8日が近くなるといつも腹壊して、吐き下して、じゃあさ、これご飯出してるお母さんが一番怪しくないか？腹壊すようなもの出してんだろ、きっと。きっと死神が待ち焦がれてるんだよ。魔女の呪いをさ。一体何を言ってるんだ、この人は。次々とわけのわからない不気味な単語を並べてくる。てか呪いとかそういうオカルティックなこと信じないんだろう。誰だっけ、この子。しかし、今の発言ではっきりしたことがある。新村先輩は呪いというものを盲信している。今日みたいに呪いが成就したことに心のどこかで満足しているに違いない。だから呪いについてこれ以上説得しようとしても無駄だ。別の角度から話を切り出すんだ。先輩、変なことを聞いていいですか？ん？発言する前に少し深呼吸した。これ作ったのって、もう一度間を置いた。これを作ったのって、先輩のお母さんじゃないんですか？私は確信をつく質問をした。小郡家の復讐という動機、そして新村先輩自身がこの事件に深く関わっているように見えること。そうなると、これを仕組んだのは先輩のお母さんしか思い浮かばない。ですよね。普通はそうですよね。IQ180 なくてもね。先輩はぼーっと考えているようだが、いや、違うな。お母さんにはアリバイがあるのかな？お母さんは私の呪いのことは知らないはず。ずっと隠してきたし、こんなの親にだって見られたくない。先輩の表情は先ほどの形相とは打って変わって無表情になった。向こうであいつらを殺したとき、私とお母さんはアリバイがあったんだ。警察にもいろいろ聞かれたよ。でも動機はあるにしてもアリバイがあったからすぐに取り調べは終わった。確かに日本の警察だってバカじゃない。人を殺したらすぐにどんな些細な情報も逃さず捕まえに来るだろう。それに私が殺したのは一人じゃない。6人なんだ。6人？新村先輩は6人も殺害しておきながら警察に捕まっていない。それに、さっき動機があって警察の取り調べを受けたと言っていたのだから、先輩が殺した証拠は何もないのだろう。やっぱり、先輩が呪い殺したと考えるには無理がある。たとえ、
呪い殺したと言ってもそれが確定的なら、何らかのトリックがあるはずだと警察は睨むだろう。でも、この様子では解決どころか、先輩はすぐに容疑者から外れたに違いない。実は私には、6人が殺害されたという事件に心当たりがあった。さっきまで忘れていた数年おきに隣県にある目ヶ沢市で発生している惨殺事件、通称目ヶ沢市事件だ。しかし今その話を持ち出すとタイムロスだ。今は小郡先輩の安否にだけ集中しよう。そのタイムロスがね、意外と肝心だったりするんだけど、ここはシナリオ通りに進んでまいりましょう。Reference No.71。 後藤エリナのメモ1が解禁されましたので見ます。はい。中央公園で事件発生、やっぱり4月8日はそういう日なの。目ヶ沢市事件を調べる。目ヶ沢市事件調査結果、あ、これ最初に見れなかったメモか。メモ4から始まったよね、確かね。メモ2だか。うん。今日の事件、やっぱりテレビでも大々的に放送されてるな。目ヶ沢市事件のインパクト、すごかったもんね。目ヶ沢市事件調査結果、ネットで。1回目、2010年4月8日、小学2年生2人、殺害、惨殺。2回目は、その4年後の4月8日、教員と PTA 会長が惨殺。何があったんだ？何があったんだ？そんなストレス感じるようなことがあったのか？PTA 会長っていうくらいだから、もしかしたらそのお母さんが絡んできてる可能性は大いにあるよね。3回目、その3年後の4月8日、中学生2名が惨殺。そして今回は、その3年後、まあ、3、4年おきに起こってるって言ってたからその通りだね。1名惨殺、身元不明で、これが、小郡夏実のお父さんだったと。これに法則あるのかな？でも今回だけ変だよね。元木町で一人だけ、4年後、3年後、3年後に事件が発生している。何の法則だろう。とりあえず今回の分は現地調査。4年後、3年後、3年後ね。この年数、どこかで、ま、いいや。今回を除いた3つの事件の共通点は、4月8日に発生している。学校に関する人が被害者である。目ヶ沢市で発生していた。3、4年おきに発生。かなりひどい状態で惨殺。容疑者手がかりなし。今回の事件との共通点は、4月8日に発生していて、3、4年おきに発生。かなりひどい状態で惨殺。容疑者手がかりはまだ時間が経っていない。やっぱり模倣犯かな。やっぱり目ヶ沢市事件と比べるとどうもちぐはぐ。今回の犯人とは別人と思った方がいいかな。毎回2人ずつ殺したんだ。そんなにお母さんが殺したって言うならさすがに捕まるだろ。それともうちのお母さんはプロの殺し屋なのか。まあ、実際手を下さないでもできるからね、殺しを依頼すればね。それだけのお金が手元にあればの話だけど、殺し屋っていうね、職業もあるらしいからね。 裏で動いてる人たちがね。後藤、お前くらい、お前ならそれくらい分かれよと言わんばかりの話し方だった。私は途方に暮れてしまった。どうすれば先輩を安心させてあげられるのだろうか。これ以上理屈で説得できる情報がない。もしこれが本当に呪いだというなら、確かに辻褄の合うことも多い。だが何なんだろうか、この違和感は。何かが引っかかる。その一つは、おそらく先輩のお母さんは呪いのことを知っているだろうということだ。ここまで大きな事件が過去に3度も発生したのに、それに親が気づかないはずがない。ちょっと待ってください。携帯が鳴っているので、今日はこの辺りに。はい。あと数分なので、ちょっとやっちゃいますかね。続きから。しかし、何か大切なものを見落としている気がする。なんだろう。
これに気づくことができれば。ちらっと時計を見たら午後9時を過ぎていた。先輩の携帯が鳴った。先輩は慌てて携帯を取り出して表示されている名前を見た。夏美だ。そう言うと先輩はすぐに電話に出た。もしもし？夏美？無事か？うん。よかった。どうやら小郡先輩はまだ無事だったようだ。新村先輩はとても嬉しそうに話をしている。先輩、聞こえますか？あなたの後藤ですよ。私も携帯に声をかけた。すると新村先輩が携帯をスピーカーモードに変えてくれた。もしもし、後藤？はるかと一緒に後藤の家にいるの？声の感じからすると幾分落ち着いたようだ。そうですよ。先輩、警察署から出たんですか？うん。今日の取り調べは終わりだって。お母さんと一緒に警察の人に送ってもらってるよ。そっか。よかった。新村先輩は嬉しそうな声を上げた。だが、まだ油断はできない。0時までまだ3時間近くあるのだ。ずっと警察署にいて保護してもらえればいいんだけどね。新村先輩は声を聞けて嬉しそうだが、まだ安心できる状況ではないはず。先輩、今から新村先輩とそっちにお邪魔していいですか？一瞬新村先輩は、え？という顔をこっちに向けた。お母さん、いい？電話の向こうで小郡先輩がお母さんに相談しているようだ。後藤ちゃん、聞こえる？おいでなさいな。夏美もその方が安心でしょ？小郡先輩のお母さんの声が聞こえた。よかった。実は私も新村先輩と二人だと心細くて。はるかだけだと不安だったかな。もうすぐ家に着くから近くまで来たら電話してね。新村先輩と小郡家に行く約束をして電話を終わらせた。おい、後藤、どういうつもりだよ。私、夏美の前にいたら何するかわからないんだぞ。新村先輩はひどく焦っている。だからこそですよ。きっと先輩は呪いで人が死ぬところを見たことがないですよね。じゃあ、自分の目で呪いなんてないことを確かめてください。無関係の私も立ち会います。お前な。先輩は自分の気持ちが伝わりきっていないことにちょっと苛立っているようだった。しかし、先輩は大きくため息をついた。わかったよ。そこまで後藤が言うんだったら、お前の言うことにかけてみる。私も知りたくなったよ。呪いの正体をさ。よかった。じゃあ、早く行きましょう。小郡先輩、待ってますよ。私は立ち上がり、先輩の手を引っ張って立ち上がらせた。すると先輩は私をぎゅっと抱きしめた。後藤、ありがとう。本当にありがとう。お前に相談して、本当によかったよ。先輩はまた少し鼻をすすり始めた。別に何か進展があったわけではないのだけど、先輩は私に話したことですっきりしたようだ。いえいえ、困った時はお互い様です。行きましょう。うん、本当にありがとう。私たちは家を出て小郡家へ向かった。受殺編証明が解禁されました。今回はここまでとしたいと思います。では次回もお楽しみに。じゃあのー。